極秘動物とは極秘動物門に属する動物の総称である。ウニ、ヒトデ、クモヒトデ、ナマコ、ウミユリなどが極秘動物に属する。極秘動物という名称は、イクアイナダームというギリシア語由来のラテン語を直訳したもので、イクアイナダームとは、石の巣のようなダーマを持つものという意味である。その名が示す通り、 元来ウニを対象として付けられた名称であるが、人で、ナマコ、ウミユリなど、トゲを持たないがウニと類縁関係にある動物も極秘動物に含まれる。生態は5放射相症、3排陽性、海にのみ生息し、自由生活、わずかな種を除き訂生性、死有遺体が多い。消化管は口から肛門につながるが、一部の種では肛門が退化している。 極秘動物に含まれる動物は動物界全体から見ても得意な構造を持つ。体はご放射相称で、その軸を上下方向に据えたものが多く、そのため進行方向を決めるような前後の体軸は存在しない。例外は生子で、口が前であり、明確な腹配があるものも多いが、これもご放射相称から二次的に導かれたことは明確である。また、 頭部が存在せず、そこに存在するような分化した感覚器や中枢神経の分化も見られない。体内では非常に広大な真体光があるが、血管系の体化傾向が激しく、また独立した排出系も見られない。それに代わって発達しているのが水管系という構造で、これは体外から海水を取り込んで体内を流すというものである。これは 陽性の体抗から発達したもので体内に伸びて各部から観測という管を体外に伸ばす。これは運動や接触に関わると同時にその表面でガス交換や排出も行っている。極秘動物のもう一つの特徴は体が殻や棘で覆われることでそれらは多数の部分に分かれ運動が可能となっている。それらの一部は体表に露出するがかなりの部分が 皮膚の下にあり、内骨格を構成する。一見柔軟に見えるナマコでは、それらは細かな骨片として皮膚内に分散している。他方で、その発生の初期は後口動物の標準的なものであり、多くの点から我々を含む脊椎動物と系統的に遠いものではないことが伺える。上記のような特殊性の一つは、この群が、 左右総称動物から固着性を経て、そこで放射総章の体制に変化し、現在のような体制を持つに至ったためと考えられる。極秘動物各群の体制基本的にはも放射総章の形をとる。実際には、ヒトデ類やクモヒトデでは成長するにつれて軸を増加させる例、分裂によって減少する例もある。この5つの対象軸は主に水管系の配置によって決まっている。 5本の放射水管からは体外に観測が並び、この列のある位置を、二体、それらの間を寒歩体という。極秘動物は小さな骨片の集まった構造を持ち、その一部は体外にあって、鱗やトゲとして配置するが、それらの配置もこの軸と密接に関連する。口は体の一端にあり、これが二体の配置の中心となる。原の多くの群では口を下にするが、 海ゆり類ではこれを上に向け、ナマコ類では前方を向く。肛門は口の反対側が多いが、海ゆり類では同じ側に開く。ウニとナマコ以外のものでは、二体の伸びる5つの方向に胴体から細長く突出する部分が区別され、これを腕という。腕は胴体部からやや自由に動くことができて、運動や接触の際に役立つ。これらの類では、二体は 胴体から腕の口側面にだけ伸びる。腕はに差分子するものもある。ウニ、ナ生子では腕はなく、二重は胴体に沿って口から肛門まで伸びる。生子以外の類では体軸がごく短くなっており、頭部としてみなせる構造は存在しない。また、感覚器官は目立つものではなく、その配置も全体に広がっている。体には、 進行方向を示すものはない。生子では口側が進行方向とみなせる例が多く、また全身の形も左右相性的であるが、やはり頭部は区別できない。体壁には骨片がうが渦漏れている。骨片はウニでは互いにつながって殻を構成し、それ以外のものでは間接的につながって柔軟な動きを可能にする。生子では さらに細かくなって分散的である。また、ウニでは、口の部分によく発達した骨質の顎がある。体内は広大なマタイがあるのが普通で、その中を消化管がとぐろを巻く。消化管は、比較的単純なのが普通。普通は、死有異体で、体外受精。特別な配偶行動は見られず、一定季節の一定の時間に放乱縫製が行われる。 というのが普通。ただし、他個体の放出が引き金になる例もある。ヒトデ類でペアを組んで生殖を行う例が知られるほか、ウミユリ類、クモヒトデ類などで妖精までを、メスの体内で保育する例も知られる。普通はごく小さな卵であり、卵活は、等割、放射卵活。放配の前後で負荷、全身に繊毛を持って泳ぎ始める。対抗は、 現聴から形成される袋を起源とする。初期の妖精は左右相称でいくつかの専門体を持つ。その形からプルテウス、ドリオラリア、アウリキュラリアなどと呼ばれる。これらは往々にして水底に付着し、その体の一部から生体の体が形成される形の変態を遂げる。すべてが解散でわずかに寄水域に出現するものがある程度。 しかし海中では極めて広範囲に見られ、艦隊から熱帯、長艦隊から深海底までどこにでも住んでいるものがある。時に深海底ではこの類が密集して見られる場合がある。多くは動きの鈍い動物であり、海底の岩に付着していたり、泥にうずもれていたりといったものが多い。最もよく動くものはクモヒトでとウミシダで、これらは 腕の運動範囲が広いため、これを振るように動かして移動する、海ダでは短時間ならば遊泳することができるものもある。深海産のナマコにはゼラチン状の体を持ってゆっくりだが大きく、跳躍するように動いたり、遊泳するものが知られる。それ以外の動物は観測を使って移動し、動きは速くない。海ゆりくも人でナマコはデトリタスなどを接触している。 ヒトデ類には活発な捕食者が含まれる。ウニはしっかりした歯で海藻などを食う。極秘動物は再生力が強いものが多いのでも知られる。クモヒトデ、ウミユリでは腕がたやすく切れ、地切れがよく見られる。ヒトデ、クモヒトデでは胴体部が引き裂かれても再生し、分断すると二匹になる。ヒトデでは腕だけからも本体が再生されるものもある。 自然の状態でも、このような形で分裂で増えるものも知られる。ナマコは強く刺激すると内臓体外に放出するものがある。これも再生する。極秘動物は、海ユリ類、ヒトデ類、シャリンヒトデ類、クモヒトデ類、ウニ類、ナマコ類の6つのグループに分けられる。厳生する極秘動物はこれら6個のみだが、その他多くの絶滅した綱が知られている。化石は、 古生代初期から継続的に発見され、その量は動物化石としては多い方に属する。海ユリを主成分とする石灰岩もあるほどである。極秘動物に含まれる核群について様々な分子系統学的研究がなされているが、海ユリ類が最も早く分岐したという点以外には、核グループ間の類縁関係について一致した結果は得られていない。これは、 極秘動物の進化の過程で多くの修練や逆転が起こったためと考えられる。極秘動物とその他の動物群の関係では、進行動物であること、発生等の証拠から祖先が左右対称動物であることなどが推察されるが、はっきりしたことはわかっていない。人手類は約1500種。体の下側にある口を中心にして5本。 またはそれ以上の放射層症の足、腕を持つ、星型をした極秘動物である。大抵は5の倍数からなる放射層症の足を持つ。足、腕に見える部分も銅の一部であり、その中にも消化器、生殖器が入り込んでいる。伏せた状態で海底を這い、全身運動とともに、足、腕下面にある二対口に並んだ観測で運動する。 表面を覆う皮膚は頑丈で、皮下には筋肉や結合組織で結ばれた骨盤が外骨格を形成する。消化管は盤の中央に開いた口から背中頂点の肛門まで結ばれ、胃は体外に放出して巨大な餌を包み込んで消化できる。シャリンヒトデルイは1986年に発見された極秘動物のグループで2008年現在では3種。 確認されている。直径1センチメートル弱の円盤状をした体の周囲にエントゲと呼ばれる細かい足が多数同心円状に並んでいる。他の綱に見られる放射状の水管系がなく、外側環状水管に連結した観測が露出する。消化管は対価的で最初に発見された海ひなぎくは意を持たない。 人で綱に一輪人で目の一家として分類される場合もある。海ゆり類は約650種。形状が植物のゆりに似ていると考えられたことから名付けられた。固着性の海ゆりは主に深海の海底に生息する。節により構成される茎があり、殻の端には大きく膨らんだ額がある。額の周りには、鵜状の腕が多く配置されており、額の中央には、 口がある。消化管は体内で反転し、肛門も上向きに開く。通常は海底に直立し、水流に向かい合う形で広げた多くの腕を用いて、水中に含まれる微細な有機物片を捕まえ、学中央にある口まで運び込み、餌とする。一部の種では固着生活を送るが、原生種の9割を占める海しだめは生体になると柄を切り離し、 必要に応じて海中を遊泳する。残る、夕柄海ゆり類でも全身で歩服移動する種もいる。ウニ類は約870種、合放射総称の球場扁平な柄を持ち、その周囲が棘で覆われている。脚部を持たないが棘と観測を用いて海底を移動する。棘は防御、移動のための運動機関のみならず、感覚機関の役割も持つ。 体の下側にある口には5本の鋭い歯を持ち、これを用いて海藻などを食べる。消化管は体内で螺旋構造となり、頂点付近に肛門を開く。水管系の入り口となる多項板や生殖層は上に開く。生コ類は約1500種、他の原生種と違い、側転し、後放射奏症の円筒状の形状をしている。 腹足の観測が並んだ3列の二体と全身の5列の重層筋で補腹運動を行い、設置しない背足の2列の二体はイボ足に退化している。前後に口と肛門を持ち、生殖層は口側、他の綱では未発達の呼吸時は肛門側に開く。骨格はあまり発達しておらず、頑丈な口チクラ質の皮下で骨片となって分散しており、自在に結合。 分散して、硬化、軟化できる。クモヒトデ類は、約1500種。円盤状の体を中心に、細長い腕が放射状に伸びた形状をしている。ヒトデ類と異なり、盤と腕が明確に区別できる。内臓はすべて盤に収まり、観測は盤のみから露出する。消化管は胃を終点とするため、下向きの口はあるが肛門がなく、排泄は呼吸や生殖と兼ねて、 生殖能で行う。腕は、観測が露出せず、不死構造の殻で覆われている。ほぼすべての全身運動を担う反面、容易に、地切れ、再生できる。ウミリンゴ類は、オルドビスキから、デボンキに生息していた。創状の板からなる柄を持ち、下部は分子した根状で、上部には、多角形の板でできた、額部があり、その上部に口と肛門があった。 海ゆりと同様に固着生活をしていた。海ツボミ類はシルルキからペルムキに生息していた。海ゆり、海リンゴ同様の構造の柄を持ち、その一端は分子式海底に固着していた。もう一方の端には学部があり、これはおよそ15個の板で構成され、また学部には口及び肛門があった。学部からは多数の腕が伸びていた。ザヒトデル類は、 カンブリア紀から石炭紀に生息していた。形状は平たい球状または半球状で海底や湾足類に固着していた。原ウミユリ類とも呼ばれ、カンブリア紀からシルル紀に生息していた。太い柄の上端がカップ状に拡大し、そこから5本の腕が髪型に伸びていた。オルドビス紀中期に生息していた。オルドビス紀中期に生息していた。 オルドビス期初期から中期に生息していた。ラバンズナはカンブリア期初期に生息していた。丸みのある葉巻型で後部が側面にある。ヘビバコツナはオルドビス期前期からペルム期後期に生息していた。特有の後期を持つ。エンバンズナはオルドビス期から石炭期にかけて生息していた。円環状に並ぶコッペを持つ。ありがとうございます。